はい、こんにちは、かごたすです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼のトークやっていきます。よろしくお願いいたします。はい、まずはフェス、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、昨日動画上げさせていただきましたが、220でした。まあ、天井じゃないからいいやっていうね、考えなのか、まあでもね、もうなんか天井ありきのなんかね、あれですよね、ちょっときついですね。220って、まあ普通に考えたら、なかなかですね、確率だけだとね、見ると、一応確率以内にはなるんでしょうけども、まあね、やっぱ早く弾けてる人はね、もう速攻弾けてたりもしますし、まあもちろんね、その逆もいますのでね、まあ天井まで行ってる方もいますし、まあ、自分も、結構毎回それなりに100後半とかね、まあ天井もちろん2回ぐらいありますし、きついっすね。はい。ということで、夢玉がもうごっそりなくなりましたので、ちょっとね、今月、2月ですね、入りましたけども、ドリコレドリフェス、まあ、あれか、ネクストドリームと、まあ、結局、ネクストドリームはね、なんとなく弾かなくてもいいのかなっていうふうに最近思って、ますけども、まあ、今まで、おみくじ以外にネクストドリームはね、弾いてないっていうのもありますけども、まあ、結局やっぱり、フェス、ドリコレなのかなっていうふうには感じております。はい。で、早速ね、このデッキを、はい、これね、石崎くん、ちゃんと育成しまして、たもつくんもね、ほぼないんですけども、とりあえず2凸だけ頑張ってしました。で、あれか、顔面タックルを、とりあえずね、移植しまして、で、あとは、がむしゃらドリブル、がむしゃらパス、このあたりをつけております。ヒールリフト、周年の、代表の石崎くんがあるんですけども、ちょっとあれをまんま食わせちゃうのも、なんかもったいないな、みたいに感じちゃったんで、ヒールリフトではなくて、がむしゃらドリブルで、とりあえず、はい、やっております。あとね、これ、何試合か、またちょっとランクマの話もさせていただきますけども、やってるんですが、やっぱ一発目はね、相当強いですね。なんですけども、ジャンピング顔面パスカット、これがですね、やっぱ消費が激しいんですね、390。で、新顔面ブロックもね、430とかですので、まあ、なかなかスタミナ消費がね、結構あるなと。で、これあれなんですね。顔面タックルでも405で、威力420なのに、これパスカット390だから、それ考えると、あれなのか、リーズナブルなんですかね。はい。で、これランクマの中で、ピエール君、まあ自分のピエール君と相手の石崎君マッチして、まあ初段でしたけども、ピエール君ドリブルで、さすがに石崎君のパスカットは抜けましたね。はい。で、あとは、シュナイダーの、さすがに一発目とかは、二発目ぐらいまであれかな。ハンド収束陣ファイヤーは、新画面ブロックで止めることもできてますので、はい。属性ね、不利ですけども、止めてくれますね。で、あとは自動パスカットじゃない、自動ブロックも、結構、まあまあ、人の試合も見てたんですけども、例えば、クリア目的でシュート打たれるお相手の方とかいると思うんですね。で、その時に、石崎くんがね、センターバックとかにいると、結構ね、自動ブロックで止めてましたね。2回ぐらいそれ見たんで、割とこれはいいかもしんない。はい。で、ただ自分、肝心のね、自分が使ってる時に自動パスカも発動しなくてね、ピンチを招くというシーンもありましたけども、はい。ただまあまあ、石崎くんやっぱり強いと思います。
はい、もともとここの位置ゴッツァさん入れてたんですけども、もう完全にね変えてやってみてますが、封印無効化もねついてますんで、まあ、基本的には、同じあのなんだろうタックルパスカットとかを2枚積みにする必要は正直ないので、はい、多分封印が2つとかっていうのはないと思うんで、今ないっすよね多分ね。なので封印無効化1つだから、はい、とりあえずね1個ずつ技を積んどけばまあ大丈夫かなというところなんですけども、はい、そんな感じでございます。だからこれはあれですね、ど根性ディフェンス、そっか、うん、なんかこのガムシャラパス1個外して少し消費の少ないパスカットとか入れとくのはありかもしれないなというふうに実は感じております。はい、でですね、あ、そうだ、先にお知らせのねお土産のところでねお話ししましたけども、もともと2月1日の、まあ、よくよく、自分の動画を見てね確認をしたんですけども、旧正月のログインボーナスが2月1日の16時から2月7日までだっけかなって書いてあって、夢玉50個と SSR 確定ガチャチケットね、もらえますとあったんですけども、これ消えてるんですよね。でね、結構探したんですけどやっぱなかったんで、うん、で昨日の実は昼のトークが、まあ、朝方に実は収録したんですね。でその時はちゃんとあったんですよ。なので昨日の少なくとも午前中はあったんですね。でもしかしてこのタイミングかな、オンラインメダル交換所更新のお知らせが14時過ぎぐらいに確か聞いてたんですね。でフェスのこの辺とかショップの更新は16時だったんですよ。なので多分ねこの14時のタイミングでこれ来てた時にちょっと下まではちゃんと見なかったんですけども、このタイミングでお知らせ消えてるような気がします。はい、で確かに、予定は変更される可能性がありますという注意書きはあったんですけど、いやそれにしてもね全ユーザーをすごく期待させといて、もしなかったらこれはひどいなというね。で多分その50個当てにして、フェスを引いてる方も少なからずいらっしゃると思うんですよね。それはちょっとやり方はまあまあもし本当にもらえなければ結構ひどいなって思いますね。はい、というのがちょっとお知らせ本当読んでてねすごい気になっちゃって、店員やワンやというかねドタバタして、はい、しまってましたけども、はい、で動画のコメントの方にもねいろいろいただきましたけども、はい、皆さんもやっぱり気づかれたみたいで、はい、ちょっとこれは16時までね様子見たいと思います。はい、で、こちらのちょっとねお話をしたいと思いまして、ランクマなんですけども、先月はパスパスタ1の上がったところで、まあ、何回かねスパスタでもやったんですけども、もう全然勝てなくてですね、で、まあ、若林くん出る前っていうのもありましたし、でもう本当にこうやってても判定がもうすごくなんだろうな薄いところがね連発して、正直やる気を全くなくしてしまってまして、先月の月初から、全くランクマやってませんでした。はい、で若林くんが取れたというかね取って、少しやろうかなとも思ったんですけども、やっぱりちょっと、なかなかね重い腰が上がらずやってなかったんですね。でまあ昨日の時点でスパスタ4にね戻って、ランクマ、まあ、とりあえずスパスタじゃなくてプラチナ4にね落ちていて、とりあえずスパスタには上がりたいなと思ってやってます。はい、で石崎くんねもちろん取った後ではあるんで、石崎くんの使用感を確認しつつやってみましたが、初戦はいきなりね 10% 抜かれて、ピンチなところ、まあ、とりあえずシュナイダー君入れてくれてね引き分けで、
はい。で、その後4戦、とりあえず全勝できましたので、スパスタには、まあ、全部でね、5試合やって、復帰しまして、で、結構はい、今回いろんな方から、スパスタ4への道はいつやるんだと、声をいただきまして、で、これは、まあ、結果、ね、いけないにしても、とりあえずね、少しやろうかなというふうに思っておりまして、まあ、今月再開します。はい。宣言しちゃった。はい。で、まあ、で、うん、結果ね、スパスタ1のままかもしんないし、ね、プラチナに落ちることも十分考えられますけども、はい。少しやります。まあ、ただ、時間もね、まあ、これちょっと、リアルな、話で言うと、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、まあ、仕事がね、年度末、大体まあ3月でね、期末になると思います。そういう方多いと思いますけども、うちも年度末で、まあ、やっぱりちょっとバタついてるんですよ。で、結構忙しいので、ちょっとね、夜遅いこともあるんで、まあ、可能な限り、はやっていこうと思いますけどもね。はい。ちょっとできない時があるかもしれませんので、そこはご了承いただければと思います。はい。はい。で、スパスタ上がりまして、とりあえずですね、今3試合やりました。1戦目は、ちょっとね、ミスも重なったのもありますし、ね、結局負けからスタートになってしまいましたが、2戦目は、まあ、運よく、はい、勝たせていただいて、海外のね、アルゼンチンの国旗の方だったんですけども、なんか、はい、切断されたんですよ、途中で。なので、運よく、はい、そこは勝ちになりまして。で、3戦目ね、やりまして、1-0。まあ、ここもちょっとシュートがね、20%ぐらいかな、ちょっと薄いところを引いてしまったんでね、申し訳ない気持ちもありつつも、はい、もうもちろんね、逆も十分あるので、薄いところね、引かれることもありますんで、まあ、ここは、はい、結果的には勝てましたというところでございまして、まあ、今のところはまだ順調に見えます。はい。まあ、勝率75ってありますけど、まだ8試合ですし、何よりもね、プラチナで5戦やってますんで、そういった意味ではね、まあ、全然ここから落ちていくんだろうな、というのは目に見えてますけども、はい、頑張ってやっていければと思います。まずはね、スパスタ2ですね、ここ目指して頑張っていきたいと思いますけども、どんぐらいやんないといけない？大体1勝すると120ポイントぐらいもらえるんでしたっけ？そうすると、あと7、まあ700ちょい。まあ6、7試合か、やっぱり7試合ぐらい勝たないといけないですね。で、しかも、ね、負けちゃったらまたマイナスになっちゃうんで、最低7試合か。はい。長いっすね。いや、まあまあまあ、とりあえずね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というところで、本日はね、はい。まあ、まずはね、石崎くんをとりあえず取れましたよというところと、まあ、育成して、ランクマも、ちょっと、頑張る気になりました。特にね、やっぱ若林くんがいるところは非常にね、大きいかなと思いますので、頑張ってやっていきたいと思います。はい。ちなみに、最近お相手でね、日本派の方がやっぱ増えていて、日本派、最近の選手をね、結構持っている方ですと、まあ、自動パスカットがもう本当に嫌いで、いやーきついっす。たけし、伊沢、葵くん、石崎くん、はい、あと誰いる、日本派、あとまあ中盤だとね、結構ね、ダビだったり、まだアルベルトを使ってる方もね、いますし、うん。
ディフェンスで今度ステルスでね、ミスニ君とかいると、いやここ通ったと思ったらあっさり捕まっちゃうんでね、はい、ちょっと苦戦してますけども、はい、引き続きやっていきたいと思いますんで、よろしければね、また見ていただければと思います。はい、というところで本日は以上でお昼のトーク終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。